よし。オッケー、たどり着いた。どうも。岩の門に誰も通すなんとの命令、もういいのかな。お前ちょっと確かめてよ。そんなんでいいの？確かめに行くで行っちゃっていいの？めっちゃ言うけど。あれ？ムベさんじゃないの？あれ？ちょっと待って、ムベさんだよな、あんた。あれ？合ってるか？ムベさん。誰も、他に誰もいない。だよね。やっぱそうだよね。おお、あんた、息災だったか。芋づる亭を休んで悪いの。芋餅を振る舞ってやりたいのに。伝木め、食料補給の指揮を任せると言って、わしのような老骨まで使いおる。さーて、使われついでだ。あんたを始末するとしようか。なんでだよ。なんであんたも。本気ですか、ムベさん。わしは伝木の懐刀でな、あやつの邪魔をするやつが現れたら始末する約束なのじゃ。うわ、それにわしも安心して暮らせる新天地を欲しているのでな。あんたもご存知の目隠し玉、これをこうじゃ。うわ、何やってんの。え、はっ、貴様がキングを沈めたと聞いて、血が騒ぎ、心が震えたぞ。いや、それが本当のあんたなんだ。使いどころもなく衰えていく忍びの技、最後に振る舞う相手が現れよったと。ムーベさん、うっそや、マジか。でも悪い人じゃねえと思ってんだけどな。うわ、やるしかねえのか。ピリ、お願いしやす。まずは、うわー、ムベさん、お前そんな格好するやつ、ようなやつじゃなかったじゃん。ずっと腰曲げてる。なんて格好。あー、伝木団長、英気を休めとか言ってたけど、そっか。いや、眠たくて動けない。やめて。眠たくて動けないね。ちょっと回復させてもらおうかな。なんでも薬とかなかったっけ。あとは、あれ、あ、違う、ピリ、何でもなし使って、いいよ、オッケー、これで、眠気覚めたな。催眠術やめて、やめて、しょっぱな催眠術。マジでやめて、マジでやめて、無マジ。はあ。ポケモン一回変える、ちょっと一旦、話せればいけ、殴れ。でも、無マジがあいつゴーストだけどね、ゴーストだけど、まあ、なんとかなるでしょうよ。いける。雷、行け、ほらやった、いいぞ、まひれ、よし来た、まひた、いいよ、満タンの薬使ってやるんかい。ちくしょう、お前もそれ使うんかい。あー、でも雷の方がいいよな。雷入らねえ、あー、当たんねえ。ちくしょう、まひはシャドーボールは入るか。効くよね雷。もう一丁、いけ、当たってくれ、当たってくれよ。待て、あーというよかった、もう一回いける、いけ、雷、全然当たんなくない、全然当たんないね。あー、麻痺してる、しびれ取れた。力技でいこうぜ、雷、力技で雷頼む。空振るなよ。 OK、 一撃よ。ギリ残ってる。セミ術入らねえよな。よし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 、いいよ、満タンの薬使うんじゃねえよ。シャドーボールはギリギリ耐えらんないかな。あー、ギリ耐えられる。雷パンチ、よいしょ、お疲れちゃん。うん、回しやっつけた。ただ一回ポケモン変えないとだよな、これ。どうしようかな。大ニューラ出してきた。いや、お前結構いいポケモン使ってんだ。最初に攻撃すな。インファイト、やべ、これやばいかもしんない。ギュワー、当たり噴撃入った。よし、いいよ、1枚な。おっしゃ、よし、終わりよ、あと2体。大噴撃熱中してる。で、どうよ、エルレイド来たね。エルレイド剣の舞使ってんね。でもあいつちょっと草系だから、やっぱこの系効くよな。フレアドライブいけ、確かこいつそうだよね。あー、よし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 、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。そう、草も兼ねてる気がした、確か。大丈夫、反動受けても
うん、熱冷めた。大丈夫、これでサーナイト来た。瞑想して強くなるよね。攻めの力強まって守りの力強まったけど大丈夫、俺たちなら一撃を。ギリがだがハンドによるダメージ受けたけど、サイコキネシスは痛いかな。あー大丈夫だ、耐えられる。ディーネありがとう、よく耐えた。噛み砕いちゃい、これで終わりよ。よいしょ、オーケー、さあ倒した。ヌーベさんよ、ごめんな、世界を守るためだ。忍びの術も無用の時代となるか。ムーベイさん、そっか、つながりあったんだな。そっか、さすがよの、家庭の相手を何度も狙うのは愚かな忍びのすることよ。貴様のことはそれなりに気に入っておるのじゃ。ポケモンをうまく戦わせるからの。いいか、ヒュガセス、ポケモンは恐ろしい生き物よ。拙者も電木も暴れ狂うポケモンに故郷を焼かれただけではない。ああ同胞が幾人も命を落とした。うわ、そっか、そういう過去があってだもんな。それゆえ電木は安心して暮らせる新天地をここ翡翠地方に作ろうとしている。そのためなら強硬手段も辞さぬだろう。もしもだ、時空の裂け目よりポケモンが現れたなら、電木は我を忘れるやもしれぬ。貴様の強さで助けてやれ。ありがとう。とびっきりの芋餅をたらふく食わせてやるからの。うん、ありがとうよ、ムブさん。まずは回復させておくれ。あ、回復、全回復してくる。ムーベさん、ありがとうよ。行ってくるわ。間違えた、鬼浦。鬼浦、待って。ん？ここ、頂上か。いや、でもまだ。関と海が。え？お前たち、あ、電木団長いるよ。当選簿しねえよな。うん。赤い鎖、持ってきた、持ってきたんだね。持ってきたよ。山頂の異変を止められるのは日向聖さんしかいないよ。裂け目から見えたというポケモンの影とはおそらく神王様だろう。だが電木の旦那に足止めされてよ。ああどうすりゃいいんだ。ああうわー、山頂で説得。ボロさん、いよいよですね。買い忘れはないよ。神王様がやってくるのに電木さんに足止めされてるの。次は山頂に来るであろう。おそらく神王様。そうだね、俺だけだな。行くしかねえ。あ、待って、あんたたちもいるじゃねえか、電木団長。うわ、お前そんな格好で完全に武装してやがる。お前か、赤い鎖とやらで世界をつなぐと聞いた。つなぐとはつなぎ止める、正しい世界を維持することだろうが、本当に信じてよいのか。信じてくださいよ。まあ、信じられねえのかだろうな。赤い鎖すら東エースの罠だというのか。俺は一緒にいたからわかるぜ。湖のポケモン3匹の試練をこなす、それすらも自作自演ならもう手はねえよ。そうだな、だがおいそれと信じ、もしものことがあったとき銀河団の皆に申し開きが立たぬ。まあそうだよな、オサとしてお前はそうだよな。なったら一緒にやれよ。旦那の代わりに俺が責任取るよ。はい、分かった。本当にか。だがってあるけど、これより先の事態にはお前と私より強いものが当たるとしよう。ヒガセウスとそのポケモン、立ち会い、今日は真剣勝負だ。うわ、やるのか電木団長と。
でもこれが最後の戦いってわけじゃないだろ。4体か。うん、銀河団の電木が勝負を仕掛けてきた。何が出てくる最初に。結構ちゃんとした全力投球。ウォーグル、うん、離せれば。やっておしまい。電気タイプ効くんかね。素早さ的にはこっちの方が上か。上だね。まあ、10万ボルトかな。やっちゃえ10万ボルト。これは、うん、一撃だね。いいよ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 。ナイス。ウォーグルやっつけた。うん、でお次カービゴンか。10万馬力いってーけど大丈夫、耐えられてる。こいつ雷いけるかな。入るか。入った。いいよいいよ。麻痺入んねえか。麻痺は入んねえ。10万馬力痛いね。カービゴンこいつよりも素早さ高めのやつにしよう。ごめんな話せる分。一旦20な。そうだね。うん、効果抜群。リオ行くか。リオよろしく。リオリオに頼んで、うん、波動弾で行くか。波動弾、波動弾、うん、オッケー。これで一撃。うん、よし、カビゴもやっつけた。でリオはこの後ビルドアップをピクシー出してきたね。瞑想してる。こっちをビルドアップ早技でやりてえな。早技ビルドアップで生きて、間違えた。早技ビルドアップ、早技ビルドアップやって、うん、で次もう一回行かないかな。うん、いいよいいよ。守り力強い。あ、いけたいけたいけた。でインファイトやっちゃうか。インファイトおりゃ。微妙だけど、あー入んねえか。やめとこ。じゃあポケモン変えるか。サイコキネシスは痛いね。だったらポケモン変えよう。うん、ポケモンをどうしよっかな。ピーリーでいくか。うん、ちょっと一回リオリオン戻ってもらって、ピーリーで、うん、戦わしちゃおう。ピーリーのじゃれついた方がいいか。うん、じゃ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 。え、そうでもねえ。うん、まあでも攻めの力戻ったね。いいよ。満タンの薬使うんだね。チェー、めんどくち。じゃスピードスター、ノーマル技だったらどんぐらい効く。いや、そんなにか。そんなにだな。サイコキネシス、あーどうしよっかな。守りの力戻ったね。まあマジカルシャイン、まあじゃれつくでいっか。じゃれつけ。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。だいぶもうちょいだな。はー、早技きたね。力技でもよかったか。つぶらな瞳。うん、攻めの力が弱まったけどサイコキネシス来て大丈夫、耐えられる。で、力技のじゃれつけやれば多分終わりだな。力技ベリーいけ、じゃれつけ、よし完璧よ。で、お次何を出してくるかでちょっとポケモン変えるか。あー何出てくるの。ゴローニャか。ゴローニャか。うん、ステルス。じゃ、だったらばよ、エルラで行こうか。エルラ、エルラ行こう。エルラの、うん、そうだね、エルラで最後インファイトでとどめさすか。力技インファイトでいいんじゃないの。力技インファイトやっちゃうか。じゃあ力技インファイト、いけ、やっておしまい。力技インファイト、おらや、一撃で決めろ。よし来た。よし、エルラナイス。ゴローにやっつけたぜ。さあ電木団長よ、決着だ。信じてくれるか、うん、私たちの生活を脅かすならポケモンを排除せねばならぬのだ。そういう考えだもんな。そうなんだよな。ポケモンはあくまでも誠の強者よな。うん、どうすんだ。ん、頭下げた。日がせずよ、申し訳なかった。この通りだ。なんでそこまで。中心よりお詫びする。旦那、いやでもお前の判断は正しかったよ。今更だが、銀河団のため、いや神凪の民のため、翡翠のポケモンのため力を貸してくれ。大丈夫だよ、元からそのつもりだよ。
大丈夫だ旦那、赤い鎖がある、うん、それで何とかしよう。そうだね、もう聞く耳は持ってくれたし、あとは俺がどうするかだな。行こう。うわ、あれ、うわ、古代の英雄に従ったとされるポケモンたちの像だね。ああ、今までのポケモンたちが、うわ、みんなそうだね。わ、このポケモンたち、古代の英雄って何なんだ結局。来たよみんな。いよいよ赤い鎖の出番だね、早速使うよ。そうだね、待ってくれよ。何かが頭に、いや心に話しかけてくる。なんだ、あ、なんだ、赤い鎖、よく来た人よ、我を捕まえてみよう。関、何を言い出してるの。捕まえろだって。神妖様だ、神妖様が俺にかか語りかけてくるぜ。語りかけてる、ああ、赤い鎖、よく来た人よ、我を捕まえてみよう。来たるべき戦いに備えて。来たるべき戦い、持っていけ。あ、ありがとう。ハイパーボールを10個。あ、マジでありがとう。どう捕まえろって、うん、あの先にいるのか。あの先に行くのか。あ、うわ、地震か。うん、なんだ、え、何が出てくんの。あ、うわ、開いた。おっと、この足、ディアルガ。うわ、ディアルガだ。うわ、でもディアルガだけか。おっと、うわ、赤い鎖。え、これで縛りつけんのか。うわ、だ、これディアルガだけ。おっと、待って、赤い鎖、うわ、ちょっと待って、赤い鎖、これ、え、待って、結局そうだよな、あいつ、え、待って、こいつ捕まえるとこでしょ。何レベル、65レベル、やるか、電磁波、いけ、あ、いって、待って、俺に来た、あ、麻痺ったね、いいよいいよ、麻痺した、麻痺させて、いいよ、体がしびれて動けない。で、今の状態で、どうしようかな。いや、そうだね、真剣勝負だね。ごめんごめん、間違えた。いや、リオリオン投げて、うん、で、リオリオンでどんどん攻撃してもらうか。攻撃入るかな。あ、入るか、波動弾。ただ、やりすぎんなよ。あぶね、いや、しびれて動けないね。今いけんじゃないの。え、待って、これで捕まえるってことでしょ。じゃあハイパーボールで1枚。いいよ、どうだ、麻痺してるから割と行きやすいんじゃないか。あ、いける、あ、早っあれ、嘘嘘だ、あれ早い。待ってくれよ、いや待ってくれよ、待って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 、なんかおごそかな感じだったのに終わっちゃった。あの、終わっちゃった、あれ待って、捕まえた、砕けた赤い鎖、湖の3匹のおかげだね。さすがです、ヒューガーセウス君。いや、さすがとかいう問題じゃない、いやもうなんか、いや超越しちゃってた、一瞬じゃん、麻痺してあいつ何もやんないで一瞬で終わっちゃった。戦ってる様子も捕獲の瞬間もきちんと見ましたよ、調査隊の誇りなのです、私の後輩です。しょうちゃん、そこは譲んねえんだな。まだだ、神妖様、いや、ディアルガ様が俺の心に話しかけて。ん、まだいるよな、裂けた時空、こぼれた強い力、荒ぶる一匹やってくる人よ、我と共に
戦え。リアルガがこちら側だったんだ。もう一匹やと。もう一匹やと。なんかあれ待って、電木。電木なんじゃ、なんか方便出てない。ないが、赤い薬は砕けた。いかにヒュガセウスといえど、もう一匹と相対するのは無理やろ。無理やろとか言っちゃった。お前そっち側の人間だったんだね。んで、もう一体パルキアさんかね。あー、そうだね。パルキアさんよ。よくおいでなすった。ああ。こいつも神王様の一匹だよな。だけどもう赤い草にねえんだよ。これを止められねえよな。どうすんだよ。うわ、電木団長。大丈夫。引くしかねえのか。うわ、引くしかねえのか。いや、どうすんだよ、これ。パラパルラパルラララ独特な鳴き声だ。もう一体の神王様が戦いになる前に退却や。引け、ひとまず山頂ベースまで戻ろうで。なんかちょっと、お前小金変わりすぎ。でもなんな、放っておけないよ。アホか、死んだら終わりやろか。お前も早さらんか。お前なんかもう一気にお前テイスト変わったな。電木団長、気づかぬ間に。でどうすんの。赤い鎖もうねえよ。なんとも言えない圧力、さすがに調査無理ですね。それにしてもヒュガセウス君、よくあの場に立っていられましたね。先目から放出されるエネルギー、あれが不思議な雷としてあふれ、キングたちを荒ぶらせていたのでは。まさか神王様が2匹いるとはな。たまげたぜ。金剛団、真珠団ともに間違ってなかったってことよな。そうだね。心よりお詫びする。責任、解。ヒュガセウスを信じた、そなたたちの目が正しかった。そしてヒュガセウス。私の身勝手な一存で銀河団を追われ、ただならぬ苦労をさせたというのに、よくぞ翡翠地方のみんなを助けてくれた。いや、いいよ。でもまだ終わってねえから。まあ時空の裂け目を放っとくわけにもいかねえし、電木さんも何やら事情があるようだからね。そうだね。ボス、神与神殿の件ですが。いいね、余韻に浸るよりも目の前の事実と向き合う。まさに学者先生って感じだよな。頼もしいな。ヒガセウスの影響か。皆がたくましく変わっていく。よかったな、あんたでなければあのような異変に立ち向かえねえよ。何がよかったんだバカ。どうやって戦う。赤い鎖は砕けたんだよ。落ち着けよ。そのことだけどよ、リアルガ様が教えてくれたぜ。リアルガって、さっきのポケモン？ああ、そういう名前らしい。こんなことを伝えてくれたぜ。宇宙、始まりの石、赤い鎖、人が作りし器、それらを合わせ、乱れし空間を収めよう。ディアルガ様と共に神殿に向かってな。赤い鎖はあるよ。砕けたけれど、かけらは集めておいたの。ありがとう。さすがだぜ。人が作りし器とは、モンスターボールのことですね。それしかねえよな。だがよ、宇宙始まりの地ってなんだ。低いならわかるかも。低い。鉱物への理解が深くて、いつも鉱山資源の採掘を行っているし。ああ、なるほど。それは心強い。してラベン博士、何か思い当たることはあるか。なんだ。そうです、ヒューガセウス君。怪しい人たちから受け取ったプレートにメッセージが刻まれていると、ウォルさんがおっしゃっていました。お借りしてもいいですか。いいよ。あれを全部合わせると、一つの文章になるのかな。これです。大地のプレートに刻まれた
宇宙生まれし時そのかけらプレートとする。これがヒントとなるのです。どういうこと？プレートに似た性質の石を探すのです。しかもキクイ君はウォロさんに頼まれ、そうした石のありかに心当たりがあるとか。そういやウォロのやつ、今後集落でもプレートについて聞き回っていたことがあったな。なんとかなりそうだね。そっか。では宇宙始まりの石、名付けてオリジン鉱石を探すのです。まずはキクイに話を聞くところからか。カイ、カイ、助けを頼めるか？もちろん。キクイを山頂ベースに呼ぶね。ああ、じゃあキクイにまずは話を聞いてからか。どれだけ待てど暮らせど、お招きはないのですからね。椿へ自ら馳せさんじましたよ。あんたなんかしてんかい？兄貴、椿にも役目をくれよ。リーダーと呼べ、リーダーと。じゃあリーダー、椿にも役目をよこせよ、役目を。であれば応援してろ。他のキャプテンは金魚を世話したり、集落のみんなを落ち着かせてるぜ。兄貴はバカだな。人には向き不向きがあるのだよ。あんた腰抜けではなかったのだな。フォービーを持って行きたまえ。いわゆる椿なりの激励。言うなれば椿賞と言っていいね。何くれんの？スイートトリュフ。いやいや、これでっかい。まあいいけど、ありがとう。お、あ、連れてきたのキクイ。キクイだよ。似合わない帽子、似合わない大事なお役目。椿、気に入らないね。翡翠の鉱石は大事な財産。それに早くから目をつけていた。俺が大事な場面で働くのも当然。文句があるのでしたら、バサギリと勝負するかね。それらの丸っこいので、そちらの丸っこいので。めっちゃ喧嘩待ってん。うん？あらららら、やばい、口が。めっちゃ喧嘩売りまくってるけど。はあ？丸まんよ、グロ。放電させますよ、しびれさせますよ。やべえ、ちょっと待って、そんなことしてる場合じゃねえだろうが。椿うるせえよな。真珠団と仲良くしてくれよ。一大事なんだよ、一大事。なんだよ、兄貴。神妖様じゃなくて、ディアルガ様の言葉を聞いたって。集落じゃ大騒ぎだぜ。もっと堂々とすればいいのでは。キクイ頼むぜ。ガッテン。では、太古のホラー穴に行くとするかね。太古のホラー穴。お、行ってみっか。あった。赤いな。なんだこれ、なんか不気味な感じするけど。なんとも言えない空間だね。ちょっと一回録画切り替えるぜ。よし、 OK、 帰ってきた。ここから世界が始まったような、並々ならぬ力を感じる。ここがその場所なのか。ん？キクイ、どう？何か感じるか。赤いけどね。俺の採石の知識と技術、そしてヌメイルの技があれば、あれを取れる。任せてもらうとするかね。ありがとう、キクイ。あ、ちょいと待っていただこうか。誰？おった。お前ら、もういいよ、お前ら出てこなくていいって。誰だよ、待つ時間なんざねえんだよ。本当だよ。おたけ、おめえ今後だを抜けて何やってんだ。あんたには関係ねえよ。お前ら、いいから宝を掘り出して、私たち野党三姉妹によこしな。そんな驚いた顔するなよ。後をつけてきただけだからさ。もういいって、もうお前ら、もう本当にもういい、大丈夫大丈夫。もうお前ら、もうあのガーディの一件からマジでもう嫌いになってんだから。宝のように貴重なものだけど、赤い空を元通りにするためのものだよ。本当だよ。オサが真面目腐ってるから、真珠団も息苦しくなるの。団を抜けた理由なんざどうでもいい。キクイの邪魔をされたくねえのよ。こっちも3人、相手も3人。シュガセースはお松を頼むぜ。了解。フルボッコにしてやんよ。
時わぎと呼ばれる松のようにいつまでも若く美しいお長女の松と思いたいやつな。一世一代の大勝負さ。もういいって、もうお前ら本当に、もう何が理由とはいえ、もう俺あの一件からマジでね、もうお前らの理由なんてもうどうでもいいんだわ。もう叩きのめしてやれ、いけるよりよん。もうインファイトよ、インファイトでいくぜ、インファイト。もう一撃で砕け。よし、オッケー。お疲れじゃん。守りの力弱まったけど大丈夫、サイドンやっつけた。お次は何が出てくる。ゲンガーだね。ゲンガー竜の波動でいけね。早技やってきた。催眠術、どうしよう。眠気に襲われてるけど、シャドーボール、いい手。ちくしょう、お前ゲンガーどうしよう。何でいこう。待って、サイコカッター、エルラ頼む、仕留めろ。サイコカッター、よいしょ、一撃よ。お疲れちゃん。んでこれでどうよ、決着で。一瞬だったな。ま、大したもんだよね。なんか余裕あるな。他に何企んでる。お前ら何が目的なんだ。なあおたけ、金剛団に戻らねえか。俺たちだって変わっていくからよ、その強さで助けてくれねえか。はあ、縛られて生きるだなんて、まっぴらごめんだね。お宝見逃してやるから、真っ赤な空なんとかしろよな。もうお前らさ、やばい、もうひどい言葉しか出てこない。シュガーセウス、さすがの強さだね、強さね。あなたなら天眼山にやってきたという化け物だってなんとかできるでしょう。でもさ、次に会ったらただじゃおかない、覚えておきな。もういいよ、出てこなくていいってば。さよなら、ごきげんよう。あや、あばよだな。もういいや、たく何しに来たんだよ。みんなの相棒元気にするぜ。ありがとう、さすが達石殿。私の覚えてる大目は文句を言いつつ手助けしてくれた。きっと何かあった時のため案じてくれたんじゃないかな。んー、だったらそんなにそう言えばいいじゃねえか。めんどくせえな。いやもう、いや、あいつらもう信用できない。ありがとう。取りましたよ、オリジン鉱石とやらが。シュガーセス持っておくかね。オッケー。これクラフトすんのか。何作んの。オリジン鉱石を手に入れた。マスターボール作るとかじゃないよな、もしかして。神王様の力を宿すと神話に伝えられている不思議な力を秘めた鉱石。ずいぶんとあっさりなんだな。わからないのかね、俺の凄さが。きちんと褒めてください、きちんと。さすがキクイ、マサギルが認めるキャプテン。えへんってやっちゃうぜ。とっとと学者先生に見せようぜ。ああ見えてラベンって人、博識だし判断に優れてるからよ。席も認めてんだな、ラベン博士。シュガーセウス君、これが宇宙始まりの石、オリジン鉱石。確かに宇宙の始まり、オリジンを感じるのです。そういえばよ、オリジンってどういう意味だ。まあ、本来のみたいな、あれだよな、遠い地方の言葉だよね。どういう意味。起源ですかね。それでは皆さん、ことぶき村に戻るのです。ことぶき村で作るのか。マスターボールが出来上がんじゃねえかなって思うんだけどな。どうなんだ。何ができるんだろう。ラベン博士、砕けたけど鎖のかけらをどうぞ。砕けていてもこれだけあれば効果を発するのではないでしょうか。よくぞ拾ってくれたのです。気がせず、宇宙の始まりという石を。これだな。ヒューガセウスはオリジン鉱石を渡した。命の危険がある中、鎖の掛けを拾った真珠団、宇宙始まりの石の話を教えてくれた金剛団、悪い器にするのは銀河団の役割です。さあ諸君、クラフト名人の力を貸してください。これでヒューガセウス、私も戦います。安全な場所で申し訳ないのですが、
いいよ。皆さんでお話でもして、しばしの間お待ちください。みんなで話をしてか。何の話になんだろうか。うん。席また話が、声が聞こえるか。学者先生、早く出てこいよ。時を大事にしてるのではなくて、ただせっかちなだけだよね。座して好転するなら、いつまでもだって待つぜ。いつまでだってか。時の大事さを知ってるからよ。うん。いつ崩れるともわかんねえかんな、あの時空の歪みが。シガセス君、できましたできましたよ。ありがとう、ラム博士。めめ、オリジンボールです。残されて伝承が真実であれば、神与神殿に現れたポケモンを捕獲できるはずです。ありがとう。あ、どんな？これか。シュガセースはオリジンボールを手に入れた。うわ、すげえな、ゴツゴツじゃん。神与神殿で現れるポケモンを捕らえられることができる唯一無二の特殊なモンスターボール。ありがとう。これか。不思議だね、モンスターボールって。こんなちっぽけなもので、翡翠のみんなを救えるなんて。ボールでポケモンを捕らえ、で、互いの距離を縮めるってのも、面白いものだよな。って、ちょっと待ってくれや。声が、また声が流れてくる。またディアルガか。ディアルガなの？ああ。どうやらディアルガ様が力を貸してくれるってよ。お、それは頂上の至り。混合団の神王様、新たなディアルガなるポケモン、すごいね。ヒューガセウス君、オリジンボールを携え、ディアルガと共に神与神殿に急ぐのです。了解だ。じゃあ、ディアルガを連れていくか。おっと、あれ、お姉様、どうしたんですか、お姉様。うん。どうじゃ、激戦が予想されるが、天眼山に行く心構えはできたのか。行きますぜ。うん。任してくださいよ。おお、それでこそじゃ。よいか。そなたたち、時間と空間は切り離せぬ。神与神殿に現れるのは空間を司るパルキア。このまま放置しておけば、翡翠の空間も歪み、世界は終わるやもしれぬ。だがもう一匹、そなたが仲間とした、時間を司るディアルガがおれば、時間、空間ともに釣り合い、世界は正しく存在する。ディアルガと共に神与神殿に行くのじゃ。これだよ、ディアルガ。これだよ、ディアルガ。そう、こいつ捕まえた。すごくね？ディアルガと共に神与神殿に行くのじゃ。ああ、行ってください。で、それにしても面白い。ん？それにしても面白い村じゃな。服でも買うとするか、なんか買うの？おい、それだけか。世界が終わってしまっては服を買う意味もないのでな。まあ今のうちか。だよな。気楽なもんだぜ。ヒガセウスさん、挑む準備ができたら神与神殿に向かいましょう。了解だ。やってやんぜ。ウォロー、お前戦うか、もしかして。お待ちしておりました。ベースキャンプでも買い物はできますが、より近いこちらでも買い物できると便利ですよね。自分からしても神話の世界に触れる特等席。戦いが始まればもっと近づきますからね。平気ですよ。自分の身ぐらい自分で守りますから。それにあなたとポケモンの強さでしたら、自分に危険が及ぶ前に事態を収拾なされるでしょうし。頑張るよ。まあ、このまま行っちゃう。ありがとうよ、ボロ。行ってくるわ。着いたな。行くか。あ、みんな揃ってらっしゃるね、団長殿。皆様方。ああ、ごどむき村を守るためには異物を排除せねばならぬ。お前にしろ、神殿のポケモンにしろ、そう考えてきたが、お前は違うと教えてくれた。戦いに臨む覚悟決めたのか。行きますぜ。うん。シガセウスよ、共に明日を迎えよう。何それ、無事でという願いを込めた混合団の言葉さだ。
金剛団もいいこと言うのだな。あ、いいね、だんだん。うわー、いいな、みんなの考えをさ、尊重するようになったな。何かあれば支援するが、お前には無用であろう。翡翠の人、ポケモンの時間と空間を守ってくれ、ヒュガセウス。任せてくれよ。じゃあ、最後の戦い、行ってくるか。ディアルガ、やってやろうぜ。うん、これがアルセウス最後の戦いかな。パルキア。うん、さあ、うん、なんだ、光ってる。行け。おっと、うん、ディアルガ。おっと、おお、待って、神殿がぶっ壊されちまったけど、グレックルの仮面がみんな大丈夫か。うん、 DR が、うん、ありがとう、守ってくれたんだな。うん、うわ、この感じ、これあれと同じだな。キング、キングたちの光と同じだ。え、何それ。あの、ハルキはちょっとそれ気持ち悪い、逆に。いや、それちょっと気持ち悪いかもしんない。ちょっと待って、その格好ちょっと気持ち悪いかもしんないな。なんか違う、お前、なんか違う。待って、いや、まあ行くか。待って、沈め玉あんのか。投げつけて、あた、待って、いて、やばい、待って、いい瞬間移動やめて。あ、空間支配してるから、そういうのもできちゃうのか。待って、危ない危ない危ない。で、この間は何もやってこない、投げつけられる、いける。待って、やべ、うおしょ、あー、隕石みたいな振らしてんだね、あんた。で、やって、逃げて、いいよ。で、いける、待って、やべ、うお、危なかった、いてー、よいしょ、また来んだ。なんかこれ今までのやつと似てない、攻撃パターン。毎回来る、あ、来なかった、いける。待ってよ、今何が来る？あー、また触れやすい、来るやつか。よいしょ、避けて、投げて、いて、待って、やばい、死んじゃう、やばい、待て、あ、てか走れるんだって俺。今走れねえか、へたばりすぎたな。やっべ、死んじゃうかもしんない。よいしょ、ポケモンで戦う流れができないね。どうすんだこれ。よいしょ、まあ、でもだいぶ削ったよな。はい、目いける。待って、よいしょ、よし、オッケー、いいよ。待って、こっちだ。いいよ、逃げて、いいよ、逃げてくれ、こっちだな。いいよ、よし、いいよ、当たんねえな。よいしょ、オッケー。待って、いいよ、こっち、オッケー。やって、投げて、いいよ、やべえ、危ねえ、セーフ、こうや、よ、こうや、で、3回やった、オッケー、次行く、いいよ、半分削った、待って、どう来る、何が来る、待って、何、あ、それ何、待って、よいしょ、こっち、何それ、あ、これやらないとダメだ、これ、投げて、いてえ、やべ、うわ、危ねえ、待て、これやんないとダメなやつだ。よし、いいよ、あ、オッケー、待って、よし、来た、リアルが、よし、頼む、頂上決戦、でかパルキアでかくない、大地の力、めっちゃ効果抜群やんけ。何が効く、あ、時の方向行ってみ、頑張れ、どんな、あ、かっけえ、あ、強い、あ、で、これ投げまくるチャンスやね。いけ、おら、いけ、ナイス、いけ、おりゃ、おりゃ、うお、いいで、やべえ、でも終わった、ギリ、終わったぜ、なんくるなった、さあ、これで、仲間になれ、ん？弾かれねえな、あ、すげえ、うわ、使い物方、えぐ、うわ、この捕まえ方だったら、
どのポケモンも捕まえられそうじゃね。うん、うわ3回ああ、うわ未来のポケモンの捕まえ方と似てるな。そしてなんだ光が、うわあー空が戻った。うわよかった。ただ裂け目は、裂け目もない。うわそっか、これでうん、うわ平和戻ったんだな。でもどうなんだこれ、俺って、うわー BGM がねえ、捕まえたの、捕まえたんだよね、捕まえたよな、捕まえたよ。ええ、捕獲成功です。オリジンボールに収まりました。さすが東エース君です。シュガ先生、さすがの一言です。ああやったよ。あ、電木団長どうしたんだよ。電木の旦那でも泣くことがあるんだな。まあ人は泣く生き物だよ俺が言うとなんか説得力あるだろう。あ、いいもの見た、笑ってやんな、うんあーやばいやばい、大丈夫、二人ともお星様にやんない、あ、だよかった。ってーなぜ投げんだよ旦那。うん、夢ではないのだな、そんな確かめ方。うん、お前たち聞け、この上ない難事であったが、皆の力を合わせることで乗り越えることができたのだ。こんな時は祭りだ、祭りをするぞ。すべての団が集い、大いに祝うのだ。金剛団と一緒にお祭り、真珠団とだっていいんじゃねえか。それぞれの団が崇めていたのはそれぞれの神王様だった。相手が偽りの神王様を崇めているとか争っていたのは遠い過去になったってことよ。争っていたご先祖は驚くかもしれないけれど、私たちみんなの場所を守るために一番のやり方かもね。そうだね、翡翠地方に生きる者、みんなの新しい門出を祝うのだ。うわそっか、みんなが一つになったんだな、同じ場所に生きる同じ人たち。でも俺は帰れるのか、帰りたいって思うか。うん、全てを終えたけど俺の役目ってもうこれで終わっちまったんだよな。あ、ポケモンレジェンズアルセウス、うわーそっかこれで終わりか。うわーそっか、うわ終わっちまったな、アルセウス、いやすっげえ面白かったな。そっか、このオープンワールド、まあエリアごとに分かれてるけどやっぱりオープンワールドだね。これが SV の前身だったわけだ。いやクオリティ高かったね。ライドポケモンとかっていうのもこっから始まったのかな。いや今までのポケモン、まあポケモンシリーズって言っても俺やっぱうん、まあダイパとあとゲームボーイのやつを中古で買ってそれ DS に差し込んで遊んだりとか、あとは SV だねぐらいしかやってないけど、うん、新感覚だねこの感じ。ポケモンをなんだろう、野生って感じがやっぱりするし、あとそれを捕まえる なんだろうね、あの隠密行動的な忍び的な感じね。いやこれがやっぱ新しいね。うん、 SV ってやっぱりなんだろうね、ああやって隠れてひっそりと捕まえるじゃなくて真剣勝負の末捕まえるって感じだけど、こっちはやっぱり裏で隠れてバレないように、うん、でなんだったらそのポケモンたちにボコボコにされるっていうねそれがこの世界だけど、うん、やっぱ面白いね。ああ、うん、ポケモンとの関わり方ってのがやっぱり昔やっぱこうだったね。アムベさんな、
キャラクターたちもやっぱり魅力的だし、やっぱストーリーも面白かったな。でこれダイパとかちゃんとストーリー覚えてたらまた分かることあったんだろうな。やっぱちっちゃい頃すぎて全然覚えてなくてさ、ダイパ。うん、まあこれからね、まあどっかしらのタイミングでまたシャイニングパール、シャイニングダイヤモンドだっけ、うん、あれやってくけど、まあその時にアルセウスであったことってのがここに、なんだろうね、あっちに引き継がれてたりとかすんだろうね。いや思った以上に面白かったね。のめり込んじった。あーいやすげえや、ポケモンやっぱすげえや。いやサイドストーリーとかやってたからこそ村人たちが不信感持って離れてった時にあれ結構きつかったね。やっぱみんなでさ、ポケモンってこういう生き物なんだよっつって、で生活の一部になってどんどんこうポケモンと密接な、環境が整ってって、でそれの立役者としてね、でみんなもそういう積み重ねでさ、あの敵対心というかなくなってたはずなのに、やっぱりあの一件で電木団長のあの命令がきっかけで一気に不信感が爆発しちゃったよね。うん、信じてたけど、でもそれすらもね偽りっていうか、まあ、嘘ついてたのみたいなねなっちゃうとね、まあなるよなっていう、まあ、電木団長のあの判断も正しいと思ったけどね。あ、うわこれが、うわサンキューフォーアドベンチャーウィズユアス、あーすげえ、うわーみんながいるな、うわうわそっか、あアルセウスフォンが反応している。すべてのポケモンと出会え、うん、これが次の目的か。準備をしっかり整えて、もう一つの存在、あーっとこれはえ、うん、ちょっと待って、これ現在地どこにいるんこれ、え嘘でしょ、出れるよな、大丈夫だよね、翔ちゃん、日向先生、おはようございます。うん。わ、いい朝だな。時空の裂け目、消えちゃいましたね。ですので、私たち調査隊の任務である、ポケモン図鑑を完成させないと。そうだな。これからについて、調査隊室で検討するそうです。日向先生も行きましょう。これからか。そうだな。祭りが終わって、やることはいっぱいあるな。まあ、ってことでご視聴ありがとうございました。まあ、そうだね、ちょっとこれからやることってのが、まあ、ポケモン図鑑完成させる、ってのもそうだし、あとはともし火を全部集めたり、あとはこのサブクエね、残ってるこのサブクエ全部やったりとか、サブクエはこれ全部個人的にやっとこうかな。でポケモン図鑑埋めるのだいぶ時間かかると思うから、一旦ねアルセウスの実況はこれで終わりにしとこうか。でポケモン図鑑埋めて、で話進められそうってなったらまた、実況開始していくので、まあ、それまでのしばしのお別れでございます。では本当にここまでご視聴ありがとうございました。いやアルセウスな、やっぱあんまり、そうだね、あんまり、まあ、言うのはあれかもしれないけど、まあ、見てもらえる人ちょっとあんま少なかったかなちょっと寂しかったが、そんな中でもね最後まで見てくれて本当にありがとうございました。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。また次の冒険でお会いしましょう。